ソフトバンクで花開け、日本ハムのエース有原、メジャーで受けた悔しさを全て晴らして、ソフトバンクのエースとなれ。ドラフト1ファイターズ指名されて入団、先発ローテ任されて勝ち星重ね、新人王大谷抜けた穴埋めて、ハムのエースに成長、最多勝、夢を追いかけポスティング、メジャーリーグへ旅立った。だけど右肩痛めて手術、長く険しいリハビリ生活、投げたけれども11失点、マイナー降格、そして決断、日本球界復帰を決めた。ホークスで花開け、ファイターズのエース有原、毎年先発役目果たして、6年間で勝ち星60勝をメジャーで果たせなかった。夢の続きはホークスで続く、千賀の抜けたローテ勝ち取って、ホークスのエースになってみせろ有原。